こんにちは井上です、まあ、今日は Google Chrome のブックマークツールバーを効率的に使おうという話をします、まあ、ブックマークツールバーというのはこここのこのここですねここにあるこのツールバーのことを言いますでここにあのアイコンがあるんで例えばどっか差し障りのないところでいくと、まあ、こ,これをクリックするだけでこんな感じでそのサイトに行けるわけなんですよね でまあ、コントロールキーなりコマンドキーを押しながら例えばこうやってクリックしていくと、まあ、そ,のそれぞれのサイトに行くことができるとでいちいちその打ち込んだりですとかブックマークを探したりとかっていうのをしなくても済むっていうことができますで例えばなんですけどここに追加したいなっていうと、まあ、これがこのブックマークツールバーが表示されてないときは、まあ、Mac だと この表示のブックマークツールバーを表示というところですね。で、Windows だとブックマークツール、同じようなメニューがありますので、まあ、それをクリックして表示していただくといいかなと思います。で、これで、まあ、あのコ,マンドシコマンドシフト B とか、Windows だったらコントロールシフト B で、この表示するということもできますんで、まあ、そういうのをやってみていただければなと思います。で、ここに、 あのブックマークに追加するときにはどうするかというと Windows だったらコントロールを押しながら DMac だったらコマンドを押しながら B を押していただくとこのページがブックマークに追加されますちょっとやってみようかと思うんですけどでこのブックマークツールバーに追加したいなっていうときには Windows だったらコントロールと D で、Mac だったらコマンドを押しながら D を押していただくと追加できます。で、それはぜひ覚えておいていただくと楽です。で、ブックマークに追加っていうのをこのマウスでやると結構手間がかかりますんで、で例えばここでコントロール D って押していただくと、こんな感じでブックマークを追加しましたということで、どこに追加するかということで、その場所を選べます。で、これでブックマークバーっていうのを選んでいただいて、 で、そうすると、こんな感じで名前で追加されます。で、これで完了を押すと追加されるんですけども、今追加したサイトを表示させるとこんな感じなんですよね。ブックマークバーにこんな感じで出てきます。で、あの、おここのタイトルが長いとちょっと 邪魔ですよね。<laughs> 邪魔なんで、編集するんであれば、これを右クリックして、編集っていうのを押して、この私がおすすめなのは、ここにアイコンでわかるんであれば、この名前全部消してしまうってことですね。こうやって消して保存にすると、このアイコンだけ表示されると。あ、全部消えてなかったですね。まあ、いいだけあってもいい。 ととはいえちょっと全部消してであのこのアイコンで分かればそのクリックできるわけですでここのアイコンっていうのはファビコンって言われるもので,でこれはサイトを運営してるる方が設定すすものなんですだからもしご自身のブログなりホームページをお持ちでワードプレスなど,などを使って自分で管理されてる方はこのファビコンを何かしら設定しておいた方がまあ利便性は上がります。 だから、ファビコン作るんであればなんかパーポで作ってスクリーンショット撮ってとかって。私はまあそんな風に。私はイラストレーターで作ってるんですけど、まあそういうので作っておくと、まあこのあの、見分けがつきやすくはなります。で、そういったファビコンがないサイトは何かちょっと一文字だけ残しておくとか、私の場合はこれブログとブログの編集画面なんで、まあエディットっていう意味でいいっていうのを一個つけてます。で、この Google の あのスプレッドシートなんかもここに入れることができるんで、まあ、ここで S っていうのをつけて、なんか、見分けがつくようにしていたり、こうファビコンがないサイトってこんな感じなんですよね。これ、e-tax のサイトなんですけども、ファビコンがなくて、今、ちょっと <laughs>、これ、利用時間外なんで、今日、1月、こ収録してるのが1月3日で <laughs>、なんで、利用時間外なんで、こんな感じに出ますけども、しょうがないんで、ET っていう感じで、自分で分かるようにはしてます。 でこういうふうに追加していくと、まあ、ここのブックマークバーがにあ,のあらゆるサイトを入れることができるというわけです。で、ここに追加するのは、私はそのとある条件があって、まあ、何かというと、このフィードリーというのを私は使っていて、これで登録しているサイトがこうずらっとこうやって出てくるんですけどもで、そのずらっと出てくる、ここに出てくるようなサイトはお気に入りには追加してないです。こっちで読めばいいんで。 でここでいくとこんな感じであのそのブログの記事を読むことができるんですよねそうするとそのサイトにあ,のあえて行かなくても済むんで、まあ、そういったあのフィードリーに登録できるサイト、まあ、これ細かく言うとですねフィードリーにそういう情報を出してる RSS っていうんですけどそれを出してるサイトかどうかっていうのが関わりがあるんですけどもそれを出してるようなサイトは別に入れてはないです ただ自分が管理するサイトとか、自分が管理する画面なんかはここに入れておいた方が便利です。で、私が入れてるのは、ちょっとざっくりお話しすると、こう BK っていうのはネットバンクとか系が揃ってます。あとは会計ソフトとかですね。まあたまたまネットバンクを揃えたんで、<laughs> BK という名前にしてますけども、あとは Facebook、Twitter、TwitterDeck いうソフトですね。で、Amazon Photo、で、 アマゾンの Kindle の管理画面。で、Google フォト。で、これ Streamed Yard っていう毎朝使ってるものなんですけど。あと自分のサイト、Gmail、Amazon、自分のブログ、自分のホームページ。まあ、これも自分のサイトですね。で、これが YouTube の管理画面ですね。Google スプレッドシートでよく使うもの。で、Google ドライブだったり、これは、あ、あこれはあれですね。ちょっとトライアスロンの公式、レースの公式サイトで、 これフィードリーに情報を出してないんで、ちょくちょく見に行こうと思って申し込み開始の日が。まあ、それでサイトを登録してやるとか、あと Google カレンダー、あと LINE 公式アカウント、メルマガのし配信サービス、オートビズ。で、Google キープ。で、これが週刊メルマガの配信画面。で、これがフィードリー。で、ヨドバシ。で、これは YouTube の、あの、YouTube 自体です。あ、こっちが YouTube ミュージックで、こっちが YouTube の 管理画面ですね。で、これがブックログっていう読書を管理するサイト。これが WPX というサーバーですね。まあ、そんな感じで、まあ、この辺は自分のサイトの写真館だったりとか、写真館の編集画面ですね。こっちが写真館ですね。こんな自分のサイトを入れてたりとか、で、これはよくカメラを買うマップカメラとかですね。なんかそんな感じで、あの、登録してます。だから、まあ、なんかよく使うサイトをこう、ずらっと並べておかれると、 いいいいんじゃないかなかと思いますこのブックマークバーっていうのをで。通常のブックマークだとこうメニューを開いてずらっと出てきてというので探しにくかったりとかってするのがあるんですけども、まあ、今は今と言いますか長らくこのブックマークバーを私は使ってはいます。まあ、ぜひここも使ってみていただいてコントロール D であの追加するというところですね。で例えば先ほどのちょっと画面であのこれを行 削除してこれがまあ,あの登録されてないサイトとしたらコントロールと D もしくはコマンドと D を押した時にここでもう名前を編集できるんですよねでファビコンがあるところだなと思ったらもうこれを空欄にしてこうやって登録するとちょっとこれが登録したアイコンなんですけどもちょっと今 こっちの奥の方に入ってしまうんで、今、ちょっと画面外であの、収録外のところで移動させましたけども、こんな感じで、ハブコンだけが出てくるというわけです。まあ、こんな感じで登録して使ってみていただければなと思います。まあ、今日は Google Chrome のブックマークバーですね。ブックマークバーで、ちょっと最初の方でグブックマークツールバーって喋っちゃったかもしれませんけど、喋っちゃったんですけど、ブックマークバーですね。ブックマークバーの 効率的に使おうということでお話しさせていただきました。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。